こんにちは、ネマです。パープルアプリやっていきます。今回は無限骨で遊んでいきましょう。リア、大谷、ルシファー、ノーミー、カミ、ノーミー、ナルミー、ミヤビ、ハイ。ノーミー、カミナリって言っちゃうね。もうセットだよね。行きましょう。強っ。53ポイント入った。で、どうせ回復するから、まあ、どこ行ってもいいかな。大谷行きましょうか。ここから青骨バンバン頼む。よし。いきなり出ました。で、なんか取れるな。筋力系いくか。ブロックとかいけるかな。で、体当たりとちょっと迷いがちですけど、やっぱこのデッキだと精神なので、まあ、うわぁ、気分や。まあ、取るんだったら、先はブロックかなって感じですね。技術は、まあ、みやびとなるみ次第ですけど、割と集まる感じかなと思います。よーし、いいぞ。気分や行こう。いけません。これいけないやつだよね、多分。はい、いけないやつ。守備。なるみ、オッケー。うん。補給ありがたいっすね。今ちょうど欲しかったっすね。精神足りなくて気分屋取れなかったんで。で、まあまあ、いいコツはまだ来てないですけど、いきなり、バシバシバシと、青コツを踏めたので、まあいいでしょう。うん、いいね。うまいね。まず取ったやつ。行ってからの、体当たろうか。体当たることしかできない。はい。素晴らしい。ルシファー。これ、守備職人。もう完全に、こう、頼っていく感じですね。ポイント、バンバン割り振っているので。お。うわぁ、うまいな。3人だよ、これ。リアいるけど。これはうますぎた。あ、いいっすね。ありがたい。今、精神に日和らなくてよかった。みやびの評価と体力回復ですね。素晴らしい。これいいんじゃない?いい滑り出しじゃない?コツは、あれとしても。ストリア踏みたいけど。踏めません。いきなり大谷いけますね。強い。強っ。なんなのこいつのタック、本当に。毎回思うが。あ、いいっすね。これ。37行きたいな。いけれるでしょ。よし、オッケー。リア踏みたいですからね。踏めるときに。守備職人と代打いけるかな。代打と、あと、盗塁アシストいけるね。代打。うん。で、あとはまあ、とりあえず仕方ない。精神行きたいですけど、さすがにリアを踏んでいきたいですね。いるときは。冷静。よし、ナイス。おー、めっちゃ速い。ここモテモテが良かったけど、まあ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 、走る分には全然いい。あ、しかもまた光ってる。すげえ。あんまり良くないかな。そうだよね。まあ、行くか。丸みでいいっすね。悪球打ち。悪球、冷静?冷静から取るか。悪球打ち。はい。冷静置いといてもいいけどね。普通に。ポイント重いし。これは鳴海行くでしょ。補給。アウトコース。まあ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 。すげえな、これ。めちゃめちゃ青骨踏んでるけど。しかもタックも踏んでますね。いい感じ。臨床ありがたい。おう、D になりましたね。まあ、そうだよ。ちょっと、みやびいたら踏みたい、軽く。あ、うまーいな。無駄のない練習になっている。おう、きつい。あ、いいっすね。素晴らしい。
お、のみ。まあこれは正直のみ踏まないでいっちゃっていい。さっと進めちゃっていいですね。はい、ありがたい。これすげえいい感じだな。はい、ありがたい。もうみんな評価いったんじゃない。リア、リア、リア。なー、いないか。ここがもったいないな。これ精神でもいいっすね。うん、体力回復しないしね。精神で。肩も強かったけど、まあまあいいでしょう。なんか取れるかな。粘り打ちか、取れるの。ゲッツー崩しムード。アウトコース。なかなかいいんじゃないですか。ポイントも。もう50乗るしね。OK。ただちょっと補給できてるので、やっぱり守備 C ですねって感じですね。おい、おい、おい、何とかしろ。おい、おい、うわぁ。きつい。負けた。まあ、初戦はいいよ、初戦は。この滑り出しと引き換えに負けたと思えばいいよ。まあ、そうだよね。めっちゃうまくいってるよね。タック重なってのでしたしね。あ、また。またいい感じで。またいい感じだな。ちょっと今勝ちたかったですが、まあまあ別に。この滑り出しなら、文句ないですね。ムード来るかもな。やっぱ便乗足んねえな、はじめ。パワー降格、うまっ。え、なにこれ、やばくない？あー、ちょ、リアがいないからあれなんだけど、広角打法いくか。すさまじいぐらい踏めてるな。ささやき破り、やべえ、来てるぞ。ちょっと、リア、リア、リアって感じです。リアさんがね、多分、評価足りてない。色！うわー、いない。ルシファーだから行きたい感あるけど、ここは我慢した方がいいな、正直。ささやき破り取れないか。ここちょっと我慢した方がいいですね、多分。大谷走らせましょうか。で、リアを。いないんか。我慢したのにな。やべえ、ああ、ちょっと本当に間に合いたいんだけど。おわ、いいとこいるわ。これで自然発生で来てくれたらマジでありがたい。来るかな。さすがに自然発生無理じゃねえか。まあちょっと来ることも考えてミートパズルはシーンにしましょうか。帰って評価足りるよね、一応。一応足りてるよね。自然発生、自然発生。自然発生。来い、リア。あ、パクパクした。ここで。いらんわ、それ。おお、なんということだ。いい流れですね。本当に試合負けたぐらいで。これなんか大吉来る流れだな。大吉、大吉来そう。すごいね、これ。マンデオとか取れるしかも。なにこれ、めちゃめちゃ取れてるんだけど。ありがてえ、なんということだ。これ強っ。まあ、なんかいろいろ取りたいけども、ここまで来てると。まあいいでしょう、とりあえず。ただちょっと守備だな。急速、ハイボールヒッター。まあ、リアは大丈夫でしょう。リアは本当に不思議なぐらい評価低くても来ますね、クリスマス。これ助かりますね、この仕様は。
で、これで間に合うもんね。これは本当にリアのいいところ。あ、いいっすね。サンドイッチいけるわ。いい、これ。やばい。強っ。粘り打ち置い、行くもう。行っていいんじゃないの、粘り打ち。粘り打ちます。粘り打ち。すんよ。しかもリアもいる。これ、ラブパワー来るんじゃない？はい、チャンスメーカーナイス。はい、まあいいでしょ。餅つきいらんわ。まあ、イベントが進んだっていう意味ではいいですね。なるみの調子安定と、ノーミーはパクパクしたな。モテモテの福井部系が来てない感じか。これなんか来る気しますね、僕。なんか来る気するな。ペラ、今日、わぁ。来なかった。まあいいでしょ。ここはロボヒー、ハイボールも掴んでる。よし、ナイス。ロボヒーじゃねえや。レンだね。間違えた。あ、いいっすね。リアでしょう。評価上げちゃう。上げきっちゃう。はい、ありがたい。え、これすげえな、マジで。ポイントマジでいってるんじゃないか、こいつ。結構取れてるな。逆境とかいっていいかも。あー、迷うなー、これ。大谷だね。精神拾っとこう。競争心いっていいかもな。パワーナイス、いっそ。パワーこれ何回来るかだからな、本当に。いっそ行きましょう。しんど。いけない。足りませんね。強。さあ、あとはいいコツ来るのを本当に待つだけですね。はい、ありがとう。これ行くわ。後指行くわ。前指がちょっと怪しいわ。でもその割にはチームランク上がってな、お、強っ。すげえ。いいの？こんなに。こんなになんか、VIP 待遇してもらっていいのかな？一層取って、で、できるだけ正直ミートを上げときたい。ワンチャンス来ますからね。天才覚醒が。来た時に102になるんだったら的なね、早急。あ、これはまあいらんな。はい、福井部ありがたい。マイベが進まんな。ルシファーゼロな気がする。大谷とリア一回ずつ妄想してますけどね。まあ、間違いなくマイベは大丈夫でしょう。結構精神あるな、やっぱ。精神すごそうだな。逆境とか言っていいかも。競争心逆境。で、他のいいコツを引き出したいかな。はい、ありがたい。オッケー。すげえぞ、これ。来てるぞ。あとは打撃をちゃんと A にできたらいいなっていう。そこだけちょっと怪しいですね。これいい感じでしょう、間違いなく。ちょっとイベント結構乾燥してるんで、点が出ないとなかなか辛い。OK。OK、OK、OK、C。で、踏めるでしょう、肩ぐらい。39。で、早急取ろうかな。早急取っちゃうか。ちょっとしんどいけど。ポイント出てるもんね。いけるわ、いけるいける。攻めろ、大胆に、これは。はい、お1位。で、やる気が減って回復していく。はい、うまい。ノリノリになってきたわ、強くて。問題はほんと打撃。みんな頑張って前めこよ。はい、大谷くん。追い打ちですね。追い打ち、はい。いや、ほんと取った方がいいかもな、ちょっと。全部いけそうなレベルで来てるな。さよなら、男。行くぞ、高松。高松はいい選手になれる。さよなら男だったかな。
あーどうしよう、もう明らかにポイントはこっちの方が大きいんだよね。行くわ、こっち行くわ。急速、くそー、まあレーザービームいいでしょ。伸びた方が良かったか、ちょっとミスだったかな。52はギリいけるでしょう、多分。うん、あんま守備したくないですけどね、もうもはや。あんま守備したくないけど。あ、順調すぎてデードしてねえな、多分。お、ありがたい、体力回復。順調すぎてデートできない。デートできない事案なんだが、逆境。頼む、前目。変化。パワー。うわー、守備。チャンス、オッケー。それはありがたい。ただ、A になってしまった、やはり。この辺でデートかましていきますか。ちょっとデートかましていかないと。マジで足らんわ。ゼロだもんね、順調すぎて。別に、脳みのタックが絡んだわけでもないんですけど、体力が減らなかった。はい、ありがたい。もともといらないね、これ多分。でも体力ちょっと減ってるといえば減って、いや、積極な方でいいや。攻めろ。ここは攻めで。なあ、つかんかった。筋力。66、頼む、いけて。あー、無理か。これは行きたかったな。これは行きたかったな。喉から手が出るほど行きたかったな。ちょっと筋力踏んどきましょうか。また雅来るかもしれないんで。あとは、外星は一回で取ってもいいかもしれない。で、守備じゃなくて、ここはもうデートを走らせていきます。これどうしよっかな。いやー、やっぱ保険はかけとこう。上り調子も来そうな気がしますけどね。こんだけ抑えてたら。保険はかけとこう。うん、オッケー。いいんじゃないか。とても意外性取るね。あー、連打はやっぱ待ちたいな。お願い、前目で。もうレザービーム取ったし、一か月に肩でも取る。 OK。 なー、もうこっちの方が強い。桁違いに強い。まあ飲み行きますか。ここは飲み行きますか。ここは能見くんにしましょう。怪我しに行くさ。ようやく入ってきた。42個付け。で、あとはもう鳴海だけなんで、後ろは。まあ、なんでもいいでしょう。メンタルとか来るもんね、これで。すげえわ。これ、強、なんか、わかんねえ。お願いだから変化来て、変化。あー、サミだ。まあいいでしょ。上り女子、やっぱ来たか。もう来るかなって思ってた、そろそろ。おー、B ランク。ここで乗ったか。強すぎるんだが、相手が。アンドロメダ絶対勝てないもんね。もう、いっか、天空城で。うん、ルシファー行きましょう。で、トリコツは無理だね。ちょっと行ってもいいかもしんない。なんか全部取るために。連打行く？あ、もう上り調子はもういいか。上り調子はもういいや。やっぱ技術取っとくべきだった。一発逆転。デート丸々残ってるな。うん、これすげえね。はい。すご。死ぬほど青を踏んでるわ。なんとかしろ。よし、よくやった。気合が入ります。あとはほんと、後イベ勢、前イベ勢、両方頑張れっていう。結構前イベ残ってんな。そして、青骨の割にはポイントは出てないですね。よしよし。
こわ、センキューガーンで。はい、ありがとうございます。よく今勝ったな。なるみにしましょうか。デート行かなくて大丈夫これ。何をもらったのかわからないレベルだね。はい、一発逆転か。もう守備伸ばしていけばいいんじゃない？守備守備。スタミナ。それ怖いな、ちょっと。あー、これ行ってなかったのか。ラッキーボーイ取る？取って抑えちゃおう。ちょっと重めだけど。あー、今ちょっとやってしまったことで、美味しい練習を、ちょっと思ったんだけどね。ちょっと思ったんだけど。まあまあ仕方ないね。ラッキーボーイ行きましょうか。ラッキーボーイはいいや、ポイントバランス的に。ここはリアの体力回復で、デートマジ進んでないんでね。ちょっと早くいいコツ欲しいんだけど、もうちょっと。もうちょっといいコツくれるでしょう。なるみ行きます。もうちょっといいコツそろそろ入ってもいいでしょう。本類生還、はい、もう残ってないよ本当に。こんだけコツあるの今パワープロ。スタミナやめてください。もう B 乗ったなこれ多分。してマイベゼどうした。ルシファーなんかあと2回も残ってるぞ。あ、今、大谷走ったのか、でも。精神でもいいですけど、まあ、デート残ってるんで、普通に。デーツ。ちょっと、後指は行くと思うけど、前指頼むよ。前指、うわぁ、これはまずいな。うわ、強っ。やる気も重なっちゃったわ。170いくつ入ってる ?170 って。170? すげえな。カワヒ、アベヒクラスが来て、ようやくお釣り来るぐらい。ようやく釣り合い取れるぐらい。なんということだ。なんということなんだ。これでも、やっぱチームランクのこともあるから。急速、ラッキーセブン。はい、ありがとう。これ絶対行くね。っていう話と、ルシファーでいいっすね。筋力。あ、どうだろう。なるみでいいかな。59か。45か。まあ、こっちかじゃ。さすがに。筋力もなんかあれだし、ね、今んとこなんとも言えない感じ。ちょっとイベント完走して、マジで。マイベ。これちょっとすげえ面白いことになってるから。連打。わあ。行くでしょ。C だから。はい、ありがとう。よし。大谷割り。あと2回、ルシファー。ルシファー来たら妄想ありだな。来ない。S ランク。え、アベレージヒッターとか普通に欲しいんだけど。もう連打行きますわ。すごいね。固め打ちお願い。1で取れる。1で取れる。1で取れる。はい。精神。あー、これは無理だな。結構使ってますね、技術。OK、空手なし。なるみみやびがタックしてくんないと結構きついな。おっしゃー、ありがたい。おっしゃー、おお、これは強すぎる。なんという強さ。パワーヒッター取っていいな、直で。取っていいのかな、ちょっとわかんないや。この筋力次第だね。あ、取っていいかな。
と取んないとわけわかんないことになるかも。これ何ターンある今。5、10。もう12あるぞ、ここで。ここで。ここで12行あるってすごいぞ。ただ、おかげさまで技術足んないっすね、マジで。すげえ楽しいわ、無限骨。ここまで来るとね。ルシファーは乾燥してないのを頭に入れたりする。ルシファーは乾燥してませんよと。しかもあと2回もありますよと。妄想来たら確実に踏む感じです。はい、ありがとう。この無限骨界楽しすぎるぞ。ただ昔の、ま、なんかめちゃめちゃハマった無限骨界と違っているのは、ま、チームランクがうまく上がってないっていうところですね。これ、打撃にしようかな。技術の方がいる気がする。もはやいるかっていう筋力。これパワーヒ直でいいな、やっぱ。うん、もはや筋力いるかな。まあタックしてるし踏むかぐらいの気持ちだけど。かなんかおとなしくリア行きますか。妄想しようかな、ワンチャンス。妄想しよう。あ、守備やめて。何の意味もなかった。チームランク上げたかっただけなのに。ああ、うまいな、スバル。スタドラーしか投げてこない。無理だ、それは。うん、パーヒ取ってよかったと思うけど、筋力いらないでしょ。多分。でも、一発逆転、怪我しに行くさ。ハイボールヒッター。もうこの辺全部取ってるんで、多分、もう不要なんじゃないかな。肩がちょっとどれくらい上げられるかわかんないけど。パワーエースはまあ多分いけるかなっていう。ノーヒットノーランなんだけど。マグロこれやったの。そう、ほんとチームランク上げさせて。ここまで来て S に。おー、忘れていた。そう、ほんとルシファーお願い。あと1回だし。乗ってなんとか。っていうのと、あと全員いってるかな。挑発1、2、3、4、5。はい、いってます。うん、肩でいいっすね。どうしよっかな。盗塁はいけないけど内野安打はいっていいかもな。いっか、盗塁やっちゃえ。競争心いくか。あー、でもうーん、結構微妙だな。おーい、それはまずいんじゃないか。もうすごいことになってきたな。ちょっとほんとお願いだから、ルシファー来て。これすげえ楽しいから。今とてつもなく怪しいのがやっぱ技術。精神はなんとか足りそうな気がする。あまり結構あるし。安倍比が取れてない。ミート101、情熱エール、鶴瓶打ちと、なんか、
技術持ってくの盛りだくさん残ってるんで、結構きついかなって思う。あとはまあパワーとかもそうですね。さすがに空気読んでほしい。結構ここ最近でも本当完走してほしいっていう感じのサクセスになってます。引き込め、頼むよ。おお、ちょ、ドキッとするわ。そうだね。で、よっしゃー、完走したー。お願い、58欲しい、58欲しい。あー、まあ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 、それはね。はい、ありがたい。すげえ。なんこれ、やばいな。じゃ、ナイアンダー取ります。もうなんか普通にこだわっていきます。競争心いっていいんじゃないの？本当に。技術取るやつはちょっとしんどいけど、競争心いこう。高い。高いいく？本当に？高いいく？技術だよね、絶対。絶対的に技術だよね。はい。高いもいっちゃいます。阿部ひ、うわぁ、窮地。打撃伸びねえな。打撃ワンチャン S 乗ってくれるんだったらすげえ嬉しいんだけど。つら。技術。技術、まーじか。この技術のしんどさよ。阿部ヒ入ってほしいっすね。打球伸びはもう諦めた方がいいな。レベル2つかんのは。ノーアウトランナー1塁という場面で高松打ちました。痛烈、見上げた。6回の裏、シラス攻撃に入ります。トップバッターは高松。今日結構この無限骨鉄器の面白いところが、なんか無限骨で取った安い査定のコツ、これを取り続けると正直査定が伸びないっていう面白い現象が起きたりするんですよ。なんでやっぱり効率のいい査定の高いコツっていうのを取り続けていくのが非常に大事だったりはしますね。だからこいつも言うほど多分査定伸びてないかもしれないですけど、楽しい、楽しいということが重要。精神のみ、精神のみ、精神のみ。わあ、まあまあこれはいくね、これはいくね。技術すげえ入るから。とにかくもう正直レーザービームに寄ってくれることを祈ればいい。お待たせ。二回の裏、シラス攻撃に入ります。先頭バッターは高松。いやー、これは1本ストック作れるな、負けなければ。チャンス対左か。42はあと怪我もう悪くないですね。ど真ん中ありがとう。ちょっと怪しいな、ランナーでね。広角打法は取ってるな、多分。入った入った。さあ、ダメ押しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面。打った、これは強烈。今んとこ効果不効果なんでしょう。おお、怖。プルヒッターとかそういうなんか相反する系のコツは来てないと思うので、それがまあ本当救いですね。あ、これ本当。休みなんだけど、普通に休むんだけど。うん、これちょっといじると危ないな。筋力足りるかな、これ。ちょい怪しいかも。精神的支柱は行きましょうか。上り。うん。ああ、やっぱ、打撃タックしたいな。先頭バッターは高松。投げました。打
金技、とにかく金技。さっきの鳴海雅みたいなやついきたいっすね。2アウトランナーなしという場面で高松、これはいい当たりだ、いったー、入った入った。無限骨楽すぎ、笑ったって感じ、ね、えい。そう、深夜になってきて、今何時だ、2時か。楽しくなってきちゃったな、僕。やっぱ無限骨だな。もう一人ぐらい入ってきてほしいな。もう一人と言わず二人。無限骨5人デッキとかやりたいっすね。まあ一応、その、理論上できるんですけど、投手のキャラを入れれば。ただまあ、それは本当に練習に来る確率がさすがに低すぎるので。まあまあって感じですね。これ、大谷に行きましょう、最後にね。で、なんか拾いましょう。これでなんか、これでなんか盗塁じゃねえや。まあ、これはいいね。もうこれはいいね。筋力いまあ、うん。これ、ひも、ひも。阿部ひ、リベンジ。いらねえ。ちょっとバランスわかんないんで、終わってからでいいですね。リベンジも取るかわかんねえや、これ。これで全部ですね、とりあえず。A にはするでしょ。60には乗せるでしょ、この雰囲気。で、あとはもう普通に終わってから行きましょうか。これ何段あるの ?5 段。10段。15段あるぞ、もう。お待たせしました。2回の裏、しらす攻撃に入ります。この回の先頭バッターは高松、投げました。あ、ストライクか、痛くなった。まずは1球見ました。さあ次の投球、投げました。あ、ストライクだ、痛くなかった。第3球見送ってボール。結構キワキワにスクリーいきます。第4球を投げました。もう知っている。入った入った。しらす同点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で高松。こいつ勝たしてほしいな、マジで。この後に控えているのは鈴木。第2球投げました。あ、ストライク。2球目ストライク。バッター追い込まれました。第3球は OK。 ランナー3人、美味しいですね。碇の5回の裏、しらす攻撃に入ります。トップバッターは高松、今日4打点を挙げています。マシンでドライブ。まあまあいいでしょう。高松守るじゃないんだね。負けなきゃいいでしょ。2アウトランナーなしという場面で高松。あ、うわ、打てばよかった。スクリーンか。第2球投げた。うわー、フォーク。まあまあ変化1で助かったわ。打ち損じかけるとこでしたね。はい、ありがとう。やれること全部やりました。まあ代打の神様が来ればよかったなぐらいで、そんなに悪くはないでしょう。こいつ自体は青骨の暴力でどれくらいいったかっていう感じですね。ただも技術が辛かったな。まあ、上り上手じゃなくて技術取ってよかったな。はい、ありがとう。素晴らしかった。終始守備だったね。終始補給だったね。守備でもないわ。受けるね。13000。13000じゃない、13300。さあ、技術が足りません。阿部隆二いったね。まずは金徳を。うん、これまあ乗せられるけど辛いね。ああ、これキャッチャー取ったら終わりだもんね、本当に。打球伸び取れないや。一応タイヤいけますね。28だからな、こいつ。タイエース。でもリベンジ行って、なんか技術残ってるから、っていう感じの取り方ができるのかな。できないっすね。難しいな。
タイへ行くべきなのか。まあ、リベンジ行ったら肩とか上げれるけど、45いけるんじゃない。おう、綺麗。65いけるな。ただし守備上げたいな、これなんかできることであれば。ちょっとなんか綺麗めにしたいかな、せっかくなんで。いやー、これ捨てるんだったらな、キャッチャー捨てるんだったら、いやー、これじゃ多分ダメだな、伸びないな。タイエースか、綺麗だけど、これ多分伸びないですね、これだと。コブル専用って書いてあるけどさ、これ査定つくのかな。いや、守備割とうまいと思うけどな。どうなんでしょうね、これ2ポイント上げれるんなら足りねえや。コブが重いんだな。コブ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 、36で重いってもう取りようないようなもしなくもない。タイエーかな。もうコツないね、すごいね。阿部ヒはいるな、やっぱこのポイントバランスなら今いりますね。肩捨てるか、肩捨てたら結構いくな。68に復活できるから多分2個いけるんじゃない。29か、29、32、接戦だけいけるかなっていう感じのバランス。違うな、接戦外そう。で、2ポイントいって、75いって、123。か、これで。あといけないよね。ああ、これでか。うまく使えたかどうかわかんないけど、これでいいか。うん、いいんじゃないですか。すげえコツの多さは。更新したキャマルなしで。ああ、ウケる。面白いな。うん、無限コツ最高ですね。これで取れるコツが変わったら多分凄まじい強いと思います。一応更新だね、これ多分。あ、でも下かな。14ぐらいかも、更新。めっちゃ楽しいことは楽しかったんだけど、まあ14ぐらいの更新かな、1428ぐらいの更新かな。お、結構上だね、川又くん。川又くんと多分相田くんか翔平かを交代する。こいつか、結構上ですね。受ける。で、翔平。ほほう、本当にちょびっとだけど更新した。はい、ってことでやっぱ14ぐらいでしたね。うん、楽しかった。そうですね、これでもうちょっとこう代打の神様寄りになってくると面白いのかなという感じですね。これでも相良でもワンチャンスいいのかな、どうだろう。ちょっと難しいところですけど、ポイントバランスが。まあ、もうちょっと技術あったらよかったなーっていう感じで、ただもうほぼほぼコツいけましたね。コツの王者みたいな感じになりましたね。めちゃめちゃ楽しかった。もう一回ぐらいやろっかな、楽しいから。これはちょっと皆さんに面白いサクセスがお見せできたんじゃないかなと思います。で、このサクセスと同時に、普
通の大谷と、あとはナルビー、その時多分 SR45 とかだったと思うんですけど、やった回があって、それが凄まじくもうオール S いったんで、チームランク白瀬高校のキャラなしで、それが凄まじかったっていう、そこぐらいのサクセスを今のデッキでできたら多分とんでもない選手にはなるかなっていう感じはしてます。ただやっぱりその取れたコツ次第で、これ多分すっごい査定伸びたり全然査定伸びない、まあこれぐらいがボトムラインでしょうねっていう感じのボトムラインサクセスだったので、まあよりいいコツがね入ってくるといいかなと。多分そうだね、やっぱ技術系が足んなかったかな。まあそういう面白い要素、まあ本当にもっともっと伸ばせる要素をなんとかしながらいければいいかなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。